Here we go. 東京の片隅八王子からリアルな情報をダダ流し、八王子国の歩き方。私、八王子国ナビゲーター、中野智之52歳独身。アラフィフの皆様よ。どうだい調子は。お若い方はわからないと思いますが、50代に入ると体は激変いたします。さらに弱く生まれ変わるのでございます。筋力、記憶力は低下し、自律神経はぶっ壊れ、老眼により世界はぼやけて見えるのでございます。若い頃さ、なんでおじさんは鼻毛出して平気でいられるんだろうって不思議に思ってたけど、今その謎が解けました。老眼でさ、見えねえの。鼻毛が気にならないほどの鋼の羞恥心を手に入れたわけではなく、シンプルに見えてないだけなんでございます。嘘だ。あんな針金みたいな鼻毛束で出しといて見えないわけないっしょ。いや、見えてないんだって。お若い方よ。おじさんの網膜解像度は 480p だと思ってください。 1080p ではございません。鼻毛見失う今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。本日はフランス菓子専門店パテスリー達也佐々木をご紹介。八王子でスイーツ好きを名乗るなら、この店名を知らぬわけがない。私、全日本中年男子スイーツアンバサダーを任命されたほどのスイーツマニア、いや、スイーツの鬼、いや、スイーツジャンキー、いや、スイーツの変態。その私が八王子国のパティシエナンバーワンと信じて疑わないのがこの達也佐々木。本日はスイーツフルコースで参ります。まずはバスクのチーズケーキ。うわバスクやん。バスクのことは何も知らんけど、バスクっぽいわ。西洋の田舎町の名物ケーキという感じがギュンギュン伝わってくる。このチーズケーキの魅力を端的に言えば、焦げ味とミルキーな甘さのシナジーで、説明しよう。甘いだけって美味しくないよね。甘さ×塩味、あるいは甘さ×苦味など他のフレーバーが重ねられることにより、美味しいは構成されている。このチーズケーキは甘さ×焦げ味で美味しさを表現している。焦げ味はともすれば美味しいを邪魔するノイズとして機能しかねない。フレーバー界の暴れ馬、焦げ味を達也佐々木は鋭いバランス感覚でコントロールし、荒々しくも繊細な甘みに変換する。チーズケーキを口中に入れた刹那、バスク地方どこだか知らんがの森の香りが鼻先をくすぐるような気がする。焦げ味に縁取られ、チーズのミルキーが一層際立ち、口中で咀嚼されるたび、レモンとサワークリームの爽やかな酸味が滑り抜ける。卑近な例を使って分かりやすく味を伝えるならば、一時期流行ったニューヨークチーズケーキの濃厚さを深部に抱え込み、外に向かうにつれ優しい味となり、カラメル風味の香ばしい外皮で包まれている。実によくできたケーキだ。既存のチーズケーキに足りなかったのは、この焦げ味の荒々しさであると分からせてくれるケーキだ。達也佐々木、恐るべしテイストセンス。これほどの男が八王子にいるとはね。次はコーヒーのエクレア。口どけが良い。カフェの香り、苦みが甘さにバリエーションを与え、三口7秒フラットで完食。お次、洋梨のタルト。達也佐々木のタルトは八王子のスイーツ界を震撼させた。うまい。ザクッと咀嚼した際のタルトの生地のホロホロ感、そのホロホロの粒子一つ一つを噛みしめるたびに香るバターの風味。タルトの美味しさで言えば、全日本中年男子スイーツアンバサダーの名にかけて東京ナンバーワンの称号を与えても良い。コク深いタルト生地の上には爽やかな香りの洋梨のスライス。香るなあ洋梨。濃い味のタルトに優しいカスタード、香り高いフルーツ、これ全部一緒くたに口中へ。スライスされ整然と並べられたフルーツの繊維を断ち切るテクスチャー、タルト生地のザクザクっとした食感とほのかな塩味、全てをつなぐカスタードのとろみ、噛みしめるたびわずかに染み出るバターのフレーバー。口中ではそれぞれの糖分が互いに手を結びながらも、いくつものフレーバーが立体的に複雑な旨味を表現する。この満足感、パリのル・ジェス・スカート・パリで食べた現代フレンチを代表するアバンギャルドな一皿、ロカンタ・ド・ミュゼス・オブ・ザ・ハチに匹敵する。あまりの美味しさにテイクアウトして、家でもイチゴのタルトとクリームチーズのタルトを食しました。改めて土台のタルトのバター感、味わいの深さに感じ入り完食。タルト業界にクリティカルな一撃を与えたパテスリー達也佐々木。パテスリーって何？パテスリー達也、達也佐々木さん、パティシエとは違うの？ごめんね、急に慣れ慣れしく、パーソナルスペース半歩踏み込んじゃったみたいな。最近ね、人との距離がね、分からなくなってきちゃって、老眼のせいかな。脳の可動領域が狭くなった感じ。50肩ならぬ50脳みたいな。許して、病だと思って許してください。老化を免罪符として有効活用しだしたらもう終わり。そしてこれ、実は私の一番のおすすめクロワッサンをザマンド。
クロワッサンをラム酒のシロップに浸し、中にアーモンドを挟んで再度焼き上げた菓子パン。ため息つくみたいに超うまいと50の親父に言わせるパティシエの巧妙なテイストデザイン。本場フランスで食べたクロワッサンのあの濃厚さ、あの小麦の香り高さ、それが銀座でも六本木でもなく高尾のふもと八王子で食べられるとは。いや、これ一遍食べてみてよ。ラムとナッツのフレーバーが出しゃばることなく絶妙な立ち位置でクロワッサン本来の美味しさにリバレッジをかける。ほんのりとした甘みが遠くに近くにエコーのように波打つ。コンビニスイーツで満足しているあなた、本物を一度ご賞味あれ。ケミカルな糖質&フレーバーのつぶてを舌に叩きつけ、そのインパクトで人間の味覚を煙に巻くコンビニスイーツ、これはこれで優秀ではあるが、素材、時間、手間をかけた本物のお菓子たちが放つプリミティブな風味にあなたのスイーツインテリジェンスが反応すること間違いなし。一度ご賞味あれ。4年前、自分の店の宣伝をしようと YouTube を始めた。誰も見なかった。教訓1、与えるより多く奪おうとするな。3年前、健康情報を伝える動画に変えた。コメントが初めてついた。教訓に、誰かの役に立て。その健康情報動画を3分に圧縮した。視聴回数が1000回を初めて超える。教訓3、視聴者の時間を奪うな。2年前、地域の偉人についての動画を発信し始める。登録人数が500人。教訓4、誰もやらなかったことをやれ。1年前、ローカルな食レポ動画をスタート。平均視聴回数23000回、登録人数8420人。ミートアップイベント開催。東京の片隅八王子からリアルな情報をたくらし、八王子国の歩き方、私ナビゲーターの中野でございます。広大なネットのみで僕を見つけてくれてありがとう。今日は本当に皆さん、こういうところはありがとうございました。なんかさ、広島からとかね、すいません、もう本当にね、また静岡からね、埼玉なんて方もね、いらっしゃいましたね。日本橋から来て、すいません、皆さんね、冷静になってくださいよ。おじさんの誕生会ですかね。何してくるもんじゃないですよ、台風来てるんで。すいませんよ、本当にありがとうございます。今日はね、ちょっとこう、皆さんがね、有志で、これね、僕がノリノリでやってると思わないでくださいね。なんか、ラインスタンプ作ってるとかね、うちが作ってる。東京の片隅八王子から、リアルな情報をダダ流し、八王子国の歩き方。私、ナビゲーターの中野智之、52歳。この動画は、食レポの皮をかぶった俺物語。冒険はまだ始まったばかり。行く先は、胸の高鳴る方へ。